どうも皆さんこんにちは、ジャクバスです。とうとうねこの日がやってまいりましたね。本日は1月の24日今ね朝の6時ぐらいなんですけども、全然映ってないね、はい、6時ぐらいなんですけども、本日ですねとうとう1月24日、JAL のね新しい新機材、20年ぶりのね新しい飛行機ということで、エアバス350ダッシュ1000が、導入されます。これがですねあと4時間半後に、ね、出発ということで、私はねタイバンコクから乗り継いで今乗り継ぎカウンターで、来たところでございます。ということで非常に楽しみにしておりました。本当にね楽しみになりすぎて体調を崩しましたね3日前ぐらいにはい、そんなところでございます。ということで今ね朝の6時で、まだねキャセイのラウンジとかにいようかなと思ったんですけども、やってませんので、JAL のね桜ラウンジにいようかなというふうに思います。もしくはティアットラウンジ、プライオリティパスで、まあ、どっちでもいいんですけども、まあ、シャワーはとりあえず、ね、浴びたいので、まあ、桜ラウンジ行きますかね。はい、ということで早速、桜ラウンジの方に行きたいと思います。いやとうとう来ましたね、はい、約20年ぶりの新機材ということで非常に楽しみにしております。ということで行きましょう。ただいま朝の6時です。やはり朝6時ということで全然人いないですね、うん、はい、ということで桜ラウンジ入りました。シャワーね先に浴びようということで入ってまいりました。ここめちゃくちゃ綺麗ですね。あれこんな綺麗だったかなっていうぐらいめちゃくちゃ綺麗ですね。コップと歯ブラシとドライヤーで、お手洗いがあって、シャワーブースは固定式と可動式両方ともあって、アメニティもちゃんとありますね。いや非常にいいですね。いや非常にいいですね。タオルがこっち側に置いてある感じですね。はい、一通りあります。ひげ剃りとかはなさそうですね。はい、ということでゆっくり浴びたいと思います。いやこれから12時間半ぐらいのフライトが待ってますんでありがたいですね。では浴びましょう。ということでシャワーを浴びて上がってまいりました。いや、ね、本当にフライト前に、ね、利用できるのめちゃくちゃいいですね。でちょっとねカメラを一眼の方に切り替えさせていただいて、多分ね今日セレモニーみたいなのもあると思うんですよね。うん、搭乗はね10時35分なんで、多分9時とかそのぐらいからセレモニーがあるのではないかと思っております。まあそれはちょっと確認させていただいて、まあ、ひとまずねトマトジュースで、ね、先ほどね、あの 前回出てまだ出てないかもしれないですけど、ここ来るまでにね動画で朝食をね機内でいただいてるんでね、はい、お腹は全然空いてません。ちょっとねジャルカレー食べたかったんですけど、ちょっといいかな、お腹がいっぱいでございます。ということでちょっと生命面の時間調べて、それまで、ね、作業室ゆっくりしたいと思います。綺麗になりましたよね。違ったかな、シャワーブースこの回じゃなかった気がするんだけど、あでも前回使ったのはまた別の桜ラウンジだったのかもしれないですね、うん、とりあえずはシャワーブースはめちゃめちゃ綺麗でしたね。それでは窓側の席に移動してきてましたけども、いますよいます。皆さんから分かりますでしょうか。エアバス350ダッシュ1000ですね。はい、これで見えますかね。肉眼だとね、ちゃんとエアバス350ダッシュ1000、確認できます。いやー止まっておりますね。今日このエアバス350ダッシュ1000に今日はねこの機材に乗ってニューヨークにね行くわけですけども、いやラウンジから見れて非常に嬉しいですね。ちょっとねどこかで見れないかなと思ってたんですよね。はい、いやいいですね。ではやっとお腹が空いてきたのでジャルカレーいただきます。スパークリングワインが映らない、あ映りました。ではいただきます。ただいま8時半ということでちょっと作業しつつゆっくりしてて、9時50分からね出発セレモニーがあるみたいですので、それに合わせて搭乗ゲートに行きたいと思います。まあ9時50分なら9時半ぐらいにゲートに行きましょう。じゃあこれいただきます。
本当にお腹減んなくてどうしようかと思ってたんですけど、やっと食べるせいでよかったです。肉ゴロゴロなビーフカレーうまいっすよね。私のハイキングスポットはね、自分で継ぐスタイルだったので、うん、好きなだけ継いでもいいですよ。というわけで、あと1時間ぐらいね、ゆっくり過ごしてゲートの方を迎えたいと思います。いや、やっぱりうまいですね。それでは今、112番搭乗口にやってまいりました。こんな感じのノベルティが置いてあったりしますね。はい、でこちらにエアバス350脱出線で、今日ねセレモニーが行われるということで、もうね準備がされて9時50分、あと10分程度で始まる感じですね。で、あたりはもう関係者の人だらけで、こちらバリエンスクラス、ファーストクラスのアメニティポーチとかね飾られています。でこちらですね、エアバス350脱出線、はい、止まっております。ちょっとね文字とかは見えないですけども、ということで、あと5分ぐらいでセレモニー始まりますので、そちらね見てから登場していきたいなと思います。旅行系の YouTuber の方がねたくさんいらっしゃいますね。日本航空は本日1月24日新型機であるエアバス A350 脱出線型機の初便就航を迎えました。まもなく初就航記念セレモニーを始めさせていただきます。なお本日は多くの報道の方々にもお越しいただいております。あらかじめご了承ください。それでは今しばらくお待ちください。それではテープをお持ちになってご準備ください。まずはテープカットをしている様子を撮影したいと思いますので、左手でテープをお持ちになり、テープにハサミを添えていただけますでしょうか。まずスチールの方、撮影をお願いいたします。それでは次にムービーの方、撮影をお願いいたします。撮影は以上でよろしいでしょうか。それでは私がどうぞと申し上げましたら、テープにハサミをお入れください。ご来場の皆様は見事テープにハサミが入りましたら大きな拍手をお願いいたします。それでは参ります。本日エアバス A350 脱出線型機初就航いたします。どうぞ。ありがとうございました。これよりフォトセッションに移らせていただきます。ということでセレモニーが終わりました。もうね搭乗時刻になりますんで、もうね並び始めてますね。ということで JL6 便11時5分発10時45分搭乗開始ですね。ではもうしばらくこれで待ちましょう。ということで搭乗が開始になりそうですね。いやめちゃめちゃ人いますね。そして並んでる人も多いし、よくわかんない人も多いですね。関係者の人たちなのか、取材の人たちなのかな。あ、それもあるのかもしれない。でもカメラ持ってないんですよね。はい、ひとまず並びますか。はい、今回ビジネスクラスなんでね、グループ2で搭乗していきます。それでは搭乗開始いたしました。山本バレーさん、小野田さん、マトリョーシコさんなどなど、YouTuber の方がねたくさんいらっしゃいますね。小野田さんはファーストクラスだそうです。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。お願いします。おお、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。いらっしゃい。ノベルティをいただきました。すごいですね。はい、外に JAL の方々が並んでおります。ではとうとう乗ります。エアバス350脱出線、とうとう楽しみしてた今日がやってまいりました。ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、来ましたよ、来ました、来ました。はい、ということで今回ね、ポイントサイトハピタスのプロモーションで、やらせていただいております。本当にね、ありがとうございます。ポイントサイトハピタスさん、いつもね、やらせていただいて本当に感謝です。今回ですね、ポイントサイトハピタスさんの方からね、お声掛けをいただいたのではなくて、私からね、どうにか、お願いできないかということで、お願いね、させていただいて、このね、プロモーションが実現したっていうふうになるんですよね。で、このポイントサイトハピタスなんですけども、まあ私のね、動画の中で何回もね、登場していると思いますし、このね、T シャツも、ポイントサイトハピタスのね、T シャツだったりするんですけども、このポイントサイトハピタスはですね、やはりね、問い合わせ時のね、対応が非常にいいのでお勧めさせていただいているっていうのがあるんですよね。これが根底にありまして、またね、ポイントサイトハピタスっていうのは、ANA マイルへの、ね、交換ルートも通っておりますし、JAL マイルへの、ね、交換ルートも通っているっていう風になりますし、一番ね、お勧めさせていただいているポイントっていうのは、マリオットボンボイポイントにね、ポイント交換ができるっていう点なんですよね。しかもね、マリオットポイントに、ハピタスポイント1ポイントが、マリオットポイント1ポイントにね、交換する。10日で交換することができるっていう風になりますんでね、非常におすすめっていう風になります。まだね、ポイントサイトハピタスね、登録されてない方はですね、今回ね、このコラボでね、動画作らせていただいて、概要欄にね、URL で登録していただいて、またね、登録後、何でもいいので、一件ね、案件利用していただければですね、プラス100ポイント、もらえるっていう風になりますんで、通常の紹介キャンペーンと私のね、認定ユーザーっていうのをやらせていただいて3100円。で、今回のコラボキャンペーンでプラス100ポイントということで、合計ね、3200円分のポイントがね、登録して案件なんか1個ね、利用していただくと、もらえるっていう風になりますんで、ポイントサイトハピタスの公式 X フォローでね、ポイントもらえたりするんですけども、まあ、この案件だけね、ちょっと対象外にはなるんですけども、まあ、それ以外の案件ね、何利用していただいてもですね、プラスね、100ポイントもらえるっていう風になりますんで、ぜひね、登録されてない方はですね、この機会にね、ぜひ、ポイントサイトハピタスね、登録してみていただければなと思います。ということで、ポイントサイトハピタスさん、本当にありがとうございました。またね、よろしくお願いいたします。ということで、本編の方に戻ってください。はい、ということで、登場いたしました。まずね、入り口でポイントノベリティがいただけます。こちらね、後でちょっと開封したいと思いますけど、ヘッドホンと、あ、これはあれですね、新しいガウンですね。こうポンチョ型になってるそうです。で、スリッパとブランケットと枕ですね。で、反対側はこんな感じになっております。今回ね、新しくなったヘラボトリーなのかな、ちょっと名前が、あ、ここに書いてあるんですね。はい。ヘアルボニーの、これね、ランダムで色が変わるらしいんですけども、アメニティポーチね。非常におしゃれで、あ、いいですね。こちらをもらいました。これもランダムなんでね、はい、みんな違うと思います。で、新しくなったこの歯ブラシ。はい。で、あとね、ヘアバス350ダッシュ線、エンターテインメントガイドがあります。でまずここにリモコンがあって、ここはワイヤレスチャージャーになってますね。で、ここにイヤホンジャックと USB Type-C と AC があって、ここにあれがあります。お水が入ってて小物になってて、ルームランプですね。で、ここにね、入ってます。とうとう来ました、レバサミングとかして。で、ここにね、洋服がかけれるようになってて、こう締めれるという感じですね。で、24インチの 4K モニターがあります。いや、でかいな、これ。すごいですね。で、見てください。この下もね、はい、今の、この、先日のスタッフアートよりかなり広い気がしますね。奥行きがね。はい。で、その下にもう一個、荷物入れがございます。で、あとね、こちらはシューズボックスですね。あるんですね。はい。よいしょ。こんなところでしょうかね。こちら正面から見るとこんな感じですね。どうでしょうか。まあ、横幅はね、十分ですよね。はい。スタッカート式のビジネスクラスとなっております。なんか個室感がね、すごいあって、このね、斜め前に、真ん中のレス、121になってるんですけど、
あの ANA のザルームとかね結構見えたりするんですけど、お顔がね、はい、全く見えないんでね、プライバシーという意味は非常にいいんじゃないでしょうか。ちょっとあれね来ますんですよね、はい、あのフライト中はね閉まってるんでいいんですけど、この待ってる間とかに結構顔見えたりしちゃってるんでね、まあ、それがないのはいいですね、はい、ということで約12時間半ぐらいかな、楽しんでいきたいと思います。ではね、外の景色はこんな感じで、今回は翼の真上の座席ですね、はい、エヴァイアとエーレンと大観光ドルフトアンザー来てますね、はい、で今ねちょうどウェルカムシャンパンが来ました、いただきます。ではね、もうしばらくしたいと思います。ガイドもバッチリついてますんで、今エンターテインメントだったりして、全部ね書いてありますので、一読すると分かりやすいかもしれません。では横断幕を持った係員の方たちが歩いてますね、はい、いやすごい、引き手を引いて膨らませます。いやすごいですね、ありがとうございます。寒い中外で前と後ろの非常口を確かめてください。 Check the location of the emergency exits in front of and behind you。では、まもなく離陸となります。いやこのエアバス350尾翼カメラついてますんでいいですね、めちゃくちゃ迫力ある。このまま離陸まで見えるってことですよね、すごい。外を見ると今こんな感じです。とうとう飛び立ちます、エアバス350脱出船。これどうですか、めちゃくちゃ良くないですか、ずっと見てられますね。このね新しいね 4K の24モニターなんですけど、今回ね新しくなって機能がねいくつか入ってですね、テレビ番組のライブニュース、今までねリアルタイムでこういうねニュースって見ることができなかったんですけども、ライブ TV ということで今やってるのをね見ることができるっていう風になるんですよね、これすごいですよね。ですので時差なくね、タイムラグなくね、今のやってるねテレビが、こちら見れるっていう風になりますので、これはねいいですよね。あとこれ見てて分かる、ちょっとね映像でちょっと皆さんに伝ってるか分かるか分かんないんですけど、めちゃめちゃ画面綺麗なんですよね、まあ、4K なんで、ね、当たり前なのかもしれないですけども、本当にめちゃくちゃピカピカですね。っていうとちょっと表現があれなのかもしれないですけど、本当に画質めちゃくちゃ綺麗、うん、これで映画とか見たらめちゃくちゃいいんじゃないでしょうか。でヘッドホンしないでね音も聞けますんで、ね、いやこれはいいですね。では飛び立ちます。こっちもいいですね、飛びました、エアバス350出して
ヤバタメゴ渋滞線とうとう発ヤバタメゴ渋滞線とうとう飛び立ち出しました。とうとう飛び立ちました。あ、この尾翼カメラすごいですね。前向きに変えると、ああそう、これもすごいですね。バッチリ東京の街を眺めながら行くことができますね。素敵。はい、ということで今回ですね、こういったモビリティもいただきましたので紹介していきたいと思います。まずこちらがこういうやつで、めちゃくちゃ良くないですか。ちゃんと飛行機が飛んでいるこの作りになって、めちゃくちゃいいですね。ご搭乗ありがとうございますということで、いやこれは嬉しいな。これぜひ机に飾らせていただきましょう。あとおーすげー、マグカップ、これは嬉しいですね。よいしょ、タンブラー、あーすごい、しかもニューヨークの街まで書いてある。これはめちゃくちゃいいですね。すごい、ヤバ350ダッシュ1000マジで書いてあります。いいですね、これはいい。初便に乗るとこういうのがもらえるんですね。で、あ、これもいい。ファーストヤバ350ダッシュ1000のライフタグヤバスイッチ、いいですね。あ、これも嬉しいです。あとステッカーが2枚、いや、これも嬉しいですね。あ、ステッカー3枚そう、あそこに貼りますかね。あ、すごい、 JAL グループ社員一郎さんからメッセージまでいただいてます。しかもこれ手書きですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがたいですね。あとこれ一番大きいノート PC ケースですね。はい、めちゃくちゃありがたい。これは普段使いさせていただきましょうかね。ちょっと私のパソコンには大きいの、どうだろう、ちょっと入れてみないと分かんないですけど、いいですね。はい、私持ってないんでちょうどよかったです。これね、展示してあったんですけど、入り口にね、まさかこれ全部もらえると思ってなかったんで非常に驚きです。めちゃくちゃ嬉しいです。でこちらが、今回から採用になったエラロボニーのポーチですね。でこれ言ってると思いますけど、カラーがね、座席によって異なるということで、どのカラーがもらえるかは分からないっていう感じですね。はい、これがマグラのまま、では開けていきましょう。よいしょ、入ってるものはね、いつも通りだと思うんですけど、歯ブラシ、先ほどいただいたね、みそかのみそかバンプって書いてあるこの歯ブラシってやっぱ違いますね。何なんだろう、これはやっぱりサステナビリティの一環なんでしょうか。はい、でポケットティッシュ、なんか変わりましたね、素材がプラスチックじゃなくなってる感じがします。あ、木になってるんで合いますね。はい、でこれがあれですね、ブランドの説明書で、おおすごい、こんなのついてる、何これ、もしかして、あ、先にあの、いや、あの耳栓が入ってます。でこれが充電スタンド、いやこれね欲しかったんですよ。ジャルって前もなんかやってましたよね。今もなくなっちゃったのかな、スマホスタンドね。あ、しかもこれでこれが使える的な感じなの。え？どういうこと？ USB、 これ USB Type-A の口なの？え、違いますよ。え、そうなの？
そうです、ね、斬新じゃないですか。この方は私初めて見たんですけど、こういうコードとスマホスタンドがいただけます。で、これはなんとね、反対側がライトニングになってて、なんとちょっとずらすと USB Type-C にもなれてるので、めちゃくちゃいいです、ね、これはありがたい。こういうスマホスタンドするとこっちにはね、ちょっと JAL のロゴが見づらいですけども入っております。へえー、すごいですね。こっちにもちゃんとね JAL のロゴが入った充電器ということで、これはいい、使う。しかもちゃんとあの止めるね、あれまでついてて、これもいいっすね。はい、充電してみましょう。ちゃんと充電できました。で、これ USB Type A のあれなんですね、入り口なんですね。これはちょっと本当に初めて見る感じだったので何かと思っちゃいましたけど、でもちゃんと充電できてるんで大丈夫ですね。はい、こんな感じのねアメニティ通りね中身になっております。このスタンドケースは多分他の便って多分ないですよね。初めて見ました。これはいい、はい、めちゃくちゃ嬉しいですね。ということで、あのお食事が始まる前にね、ちょっとフルフラットに、ね、してみたいと思います。ここの座席が前に進んでいく感じですね。で、前のところに着くと、はい、これでどうでしょうか。はい、こんな感じです。いやめちゃくちゃいいですね。あーいいな、全然足もね届かなくて、トリプルセブンより数センチね、広くなってるみたいなんでね、めちゃくちゃいいですね。全然届かない、はい、あーいい。で、真上から見るとこんな感じで、横幅もね十分あるんで全然窮屈感も感じないですね。あーこれはいいっすわ。でね、今ね扉閉めてるんですけど、本当に個室感めちゃくちゃあっていい。でパーテーションはね結構高いんでね、閉めたらねあのポール人以外見えないんで、めちゃくちゃいいですね。いやこのまま寝れそうですね、最高です。ちょっとねあの一通り機内食事等々を楽しんでから横にねなりたいと思いますけど、いやいいですね。それではですね、これもちょっとね試着してみましょうかね。今回このビジネスクラス、これ持ち帰っちゃいけないやつですね、あの書いてありますね、持ち帰りはご遠慮くださいってね。はい、これは借りるやつですね。でブランケットじゃなくてポンチョみたいになっててあれなんですよ、服の上から着れる感じになってて、めんどくさくない。あ、結構でかいですね。でサイズもねフリーサイズになってて、はい、ちょっとね着てみましたけどこんな感じです。あでね立てば見える、見えますこれね、もうね膝下ぐらいまでねカバーしてるんですよ。すごい長いんですよね。うん、ですのでこれで結構ね全身までいかないけども足首ぐらいまで、ね、覆ってくれてるんで非常にいいですね。あこういうのもいいですね、うん、服の上から着れるっていうのも、ね、着替えなくていいので楽でいいですよね、まあ、これでね、まあ、ゆっくりしてで着いたら脱いで帰るって、まあ、そんな感じですかね、うん、素材もね非常に気持ちよくていいです。はい、ということで今回からですね内蔵されたこの、座席内蔵スピーカーっていうのがついたんですよね。今まで通りねヘッドホンジャック、Bluetooth 等々を使うことができるんですけども、この座席の内蔵のスピーカーから鳴らしてヘッドホンせずに、ね、利用することができるんですよね。これ非常に新しいですね。ちょっとね聞いてみたい、あの、まあ、適当に映画つけてみたんでね聞いてみたいと思います。でこれがねこういう感じになりますよね。ああ、本当にここから音が鳴ってる感じなんですけど、これと音漏れないの、ちょっと不思議ですよね。
ここに音耳近づけたら普通に鳴ってるんだ。大丈夫なんですかね。ここまで近いからあれなのかもしれないですね、うん、そんなでもないのか。外から聞くと今普通に流れてる感じだと普通にね音聞くことができて、うん、まあまあ大きめの音で流れてますんで普通にね映画見れてるんですけど、不思議ですね。ここから流れてて音が漏れないのか、まあ漏れないように設計されてるんでしょうけどね。でもこれね耳をねこうヘッドホンとかつけたりね圧迫しないんでめちゃくちゃいいですね、うん、ノイズキャンセリングとかね好きな方はまた違うかもしれないですけども、いやこれいいんじゃないですか。はい、一応ねちゃんとヘッドホンもね配布もされてます。はい、まあ、好きな方をね使っていただければっていう感じですね。はい、普通に流れてる音声もねちゃんと聞き取れて利用することできますね。これはぜひ登場された方は使ってみてください。面白いですね。それでは機内食が始まりました。シャンパン前シャンパンドライピエファルトドール LW 農薬を一切使用しない有機栽培を実施有機栽培を実践している生産者、ベリーやナッツのようなアロマとともにふくよかなアタックと余韻が残る充実か確かな飲み応えを感じさせてくれていますということで非常に美味しいです。おびくるみとナッツカシューナッツとかもあります。それでは機内食が始まりました。イチジクのパンって言ってましたね。非常に美味しそう。あとこちらは甘エビとホタテのサラダ。ちょっとねエビを抜いてもらうのに忘れてしまいましたけども、ちょっとエビだけ避けていただきたいと思います。フルーツソースを添えてということで、こちらは味を変えて楽しみですね。なんともシャンティーな料理ですね。いただきます。それではいただきましょう。今ねプラダを着た悪魔をね映画見てるんですけども、このヘッドレストのヘッドホンって本当にいいですね。気軽にヘッドホンするとやっぱりヘッドホンして外してみたいな感じになると思うんですけど、それがねないの本当にいいですね。まあね、まあ、これはちょっと、まあ、あんまりわざわざみんなヘッドホンを外さないのかもしれないですけど、食事中あんまりつけなかったりするんで私。ということでいただきましょう。じゃあ、ね、何味なのか全然想像つかないですけど、まあ、味を変えてっていう感じだったんでひとまずそのまま締めてみたいと思います。うまい。これはついているのはバターソースですね。あ、美味しいですね。うん、ホタテもプリプリめちゃくちゃ美味しい。ちょっと次はこのフルーツソースをつけていただいてみます。酸味が効いてこれは美味しい。ではイチジクのパンいただきましょう。うん、うまい。高くてね、うん、ワクワクでめちゃくちゃうまい。もう一つもいただきます。これは多分プレーンだ。うん、パンもねめちゃくちゃもちもちで超美味しい。JAL のね提供してるこの機内食のパン本当に美味しいんでね、食べたことない方はぜひね食べてみてください。本当に美味しい。ファーストクラスで出されてるんでね、最初食べたら感動しましたね。柔らかすぎて。ぜひ。うまい。それではですね、こちらが牛フィレ肉のローストポイントで見えるです。ちょっとね機内が暗くなってしまって気づかないでですね、あの結構ねあの提供されるまでに間が空いててこう気づかないうちにね普通に爆睡でしたね。
はい、疲れが溜まってたみたいで、すいませんちょっと暗くなってしまったっていただきたいと思います。これがメインですね。何のソースかわかんないですね。このソースがまた美味しい。ちょうど機内食のメインディッシュの手前に出ちゃいましたね。はい、とりあえずメインはこれで終了で、あとデザートがあるかなっていう感じですね。はい、非常に美味しいです。それではデザートがやってまいりました。ではですね、これで機内食は終了ということで、あとアラカルトメニューということでね、カツサンドだったり宮崎和牛カレーだったり JAL 特製のヌードルだったりね、まあ、古来も好きな機会に頼むことができますということなので、ちょっと歯磨きしてゆっくりしたいと思います。それではお手洗いにやってまいりました。いやすごいですね、拡大鏡までついてます。でこちらが手洗う場所で、紙コップがセットされておりますね。あとこちらにチケット袋でモンダミンが、ね、置いてあります。であとあれですか、乳液的なやつですかね。あと泡で出る消毒液とかもありますね。でこちらにおむつ替えという感じですね。特に着替えるところとウォシュレット、今回 TOTO の、ね、お手洗いが標準装備されているそうです。ウォシュレットももちろんついていて、歯ブラシはなさそうですね。はい、あの座席に置いてあったやつをね、持ってくる感じですかね。はい、こんな感じになっております。それでは座席一番後方までやってまいりました。シート配列は121ですね。ほぼほぼ今回ね埋まってるんじゃないでしょうかね。予約した時には、ね、結構真ん中の席空いてたっぽいですけど、今見るとほとんどの方は座られてると思います。で、あのね、特徴的なのはこの真ん中の部分ですね。手荷物入れを廃止して左右に近くの手荷物入れがないんですよね。真ん中の席には手荷物入れが、ね、ない、デザインになっております。ではちょっとだけ休みたいと思います。ということで小腹が空きましたんで、ラーメンとカツサンドを頼もうったらカツサンドはもう売り切れということで、中津の唐揚げやばいですね。この時間のこのカロリー摂取はやばいですけど、まあ、せっかくのビジネスクラスなんで移動しましょう。届けに行ってあげます。これ空のだから JAL オリジナルのねやつなんです。いただきます。ほうれん草と担々ごま味噌担々麺みたいな感じ、なんかひき肉みたいなの入ってます。これうまいっすよ。そして唐揚げ、この唐揚げめちゃくちゃうまいっすね。これにお米入れて食べちゃってもいいかもしれないですね。リュウコまであと4時間を切っておりますので、まあ、これを食べて仕事しつつリュウコに帰りたいと思います。いやめちゃくちゃいいっす。これがバーカウンターですね。今回のね、本日の店は山崎ということで、山崎も置かれておりましたね。でまたね、こんなお菓子なのも3000ワイン、ちょっとやっぱ水かね、スパークリングですね。これはいいですね。自由に飲めるっていうところがいいですよね。では山崎一
大事でしょう。それではあと1時間半でニューヨーク到着となります。非常に朝焼けが綺麗になってまいりました。ではね、フルフラットにして横になっております。ああいいですね。でちゃんとねドアも閉められますんで、こんな感じでぐっすり寝れました。真上を見るとこんな感じ、真上からだとこんな感じですね、はい、頭の上もね余裕がありますし、いやめちゃくちゃいいですね本当に。まだニューヨーク着かなくていいですもう一度眠りしたいぐらいですね、はい、ということでもうしばらくこのままゆっくりして到着を待ちたいと思います。それでは無事ニューヨーク JFK 空港を到着いたしました。約1年ちょっとぶりのニューヨークですね。いや久しぶりですね。丸1年かニューヨークに来てなんです。時刻は午前9時32分でございます。飛行機が完全に停止し、シートベルト着用のサインが消えるまでシートベルトはそのままお締めください。上の棚を開けになる際にはお手荷物が滑り出ることがございますので十分ご注意ください。ただいまから全ての電子機器をご利用いただけます。またお降りの際には携帯電話などのお忘れ物をなさいませんよう、座席周りをお確かめください。東京から6723マイル、 JAL の新しい翼 A350 の空の旅はお楽しみいただけましたでしょうか。今後も新たな挑戦と最高のおもてなしで皆様に新しい価値や感動をお届けするよう社員一同を務めてまいります。今日もワンワールドアライアンスメンバー、日本航空とアメリカン航空、ブリティッシュエアウェイズ、マレーシア航空、ラタム航空とのコードシェア便にご搭乗くださいましてありがとうございました。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 おはようございます。おはようございます。はい、ということでニューヨーク無事到着いたしました。入国していきましょう。はい、ということで無事ねアメリカ入国いたしました。今回ねイミグレーションめちゃくちゃ混んでて、多分40分ぐらいかかったんじゃないかな。はい、めちゃくちゃかかりましたね。いや久しぶりにこれねニューヨークで、待たされるっていうね、ニューヨークで入国で待たされるのめちゃくちゃ久しぶりですね。最近あんまり待たされるってことねなかったんですけども、まあ、今回ね結構待たされました。まだね待ってる方いらっしゃると思います。私かなり早い方にね入ることができたんでね。はい、ということで今回ですね JAL エアバス350-1000、とうとうね、新規就航いたしましたということで、動画ね撮らせていただきました。感想といたしましてはですね、非常に良かったですね。はい、私はねやっぱりこの YouTube をやっている以上ですね、早く編集しなきゃいけないとかね、仕事してなきゃいけないね部分があるんですけども、まあ、これがね普通にね、観光とかでね利用できる方であればね、かなりね楽しんで、そしてゆっくりね利用することができるのではないかと思いますので、ぜひ利用していただければなと思います。いやこれね JAL マイルを貯めてまたね次はファーストクラスで、ね、乗りたいですね。
はい、ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。